スオは日本海軍の戦艦。元はロシア帝国の全土急戦艦ポベーダ。日本海軍の法令上はポピエダ、ペレスベート級で日露戦争の旅順行為戦で沈没。その後、日本海軍に露獲されたものである。艦名は旧国名、スオ国にちなむ。明治天皇に相遇した候補艦名に異をがあった。旧式化により一等解剖艦に類別。 その後、ワシントン海軍軍縮条約により廃棄される。本艦は解体中に転覆、自沈処分となった。1898年8月1日、帰港。1900年5月24日、浸水。1902年7月31日、区襲駅。1904年の日露戦争開戦時、本艦は旅順艦隊に所属していた。ポベダは旅順沖で弾。 損傷。4月13日の戦艦ペトロパブロフスク沈没時、本艦を植来して損傷した。応急修理後、同年8月10日の公開回戦に参加。損傷を受ける。その後旅順で、日本陸軍指揮下の28センチメートル榴弾砲の砲撃を受け、12月中に着底状態となった。1905年1月1日、旅順要塞の降伏に伴い、 日本海軍に陸角される。六月七日より、不要作業に着手。十月十七日、不要成功。同年十月二十五日、軍艦、スオーと命名される。同日付で、陸角艦飛前、旧レトビザント、スオー旧九、ポペーダワイ等戦艦に類別された。横須賀鎮守府付1十二月三日、三席は、旅順を出発する。 総を公開中の12月12日、日本海軍は艦艇類別等級表を改定。戦艦の等級廃止に伴い、日本海軍保有の9隻が戦艦に類別される。12月16日、3隻は佐世保に到着。長崎に移動して修理を実施した。1906年5月6日、長崎を出発、横須賀に開港された。 横須賀海軍交渉で修理を行う。1908年10月、修理完成。1912年8月28日、日本海軍は官邸類別等級表の改定を実施。数をは一等解剖官に類別変更される。1914年3月中旬以降、大正天皇皇太子、厚宮、光宮は京都や江田島を行計することになった。 3月20日、三宮は神戸港で戦艦薩摩に乗艦し、瀬戸内海を航行する。22日、軍艦三隻はお召し艦に合流、艦隊演習を実施した。三隻は数日間にわたりお召し艦と行動を共にした。第一次世界大戦では、太を攻略戦に参加、対地砲撃で戦果を上げた。この時は、第二艦隊司令長官。 加藤貞吉中将の帰還であった。1920年5月、高松の宮信人親王は海軍兵学校に入学することになった。5月8日、高松の宮は宮島駅より軍艦、須訪二条艦、同日夕刻に江田島に到着した。ワシントン軍宿条約に基づき、1922年4月1日、須訪含め各艦は軍艦席より除席。 官邸類別等級表より削除。同年7月13日、呉海軍交渉の渓流堀にて解体作業中、漏水のため転覆する。9月25日、引き出に成功。スオーは三都ご島に栄光されて、護岸用として自沈した。その後、船体を安全に埋める工事が行われた。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び、 漢方に基づく、ありがとうございます。